中央高知地方の景観中央高知はマダガスカル島における自然地理学的地方区分の一つであり、道東中央を南北に走る赤梁山脈の西側の地域である。人為的地方区分である行政区画上はアンタナナリブ州全域とフィアナランツアー州北西部を合わせたあたりである。中央高知は道東において人口が集中する地域でもあり、 島の総面積に占める割合は20.8%であるのに対し、総人口に占める割合は45%である。中央高地は生物地理学的地方区分の一つでもある。この場合の中央高地の定義の一例としては、島の内陸部中央に位置し、標高800メートル以上の切れ目のない一続きの地域という定義が挙げられる。生物地理学上中央高地は、 マダガスカル島北端部にある北部高地となだらかに低地を流れる谷、マンジツアラ境界によって分けられている。マンジツアラ境界は明らかに二つの高地に生物種が分散する障壁として機能している。ネズミ潮化の一族、ボーアラボの生息域はマンジツアラ境界によってに分割され、北部高地に住むボーアラボは、ボーアラボジムナコダス。 中央高地に住むボーアラボは、ボーアラボアンセハベンシスという別々の種に分類される。中央高地は、他の生物地理学的地域と陸続きであるため、当地域にしかいない固有種の数は、北部高地と比較すると少ない。中央高地にだけ住む生物種としては、例えば、ミネオプテラスモノビ、ミネオプテラスサールクルス、ブラキーラミーズベツァイリオンシス、ボーアラボアンセハベンシス、 ヘミセンティーツ・ニグリケ・ヘプス、オリツ・アーリー・クッツ・テトラダクトラス、ケロガリアス・サイブレの一種がある。ありがとうございます。